じゃあじゃあじゃあはい、名古屋からわざわざ小松達夫、これ、ね、出るために来ましたから速球を、はい、ね来ました。もう速球をつってもね、もうやめてもう29年ですか、8年か9年になりますからね。え、何歳で引退したの？35ですね。わあ、早かったよな。あの頃はでも35だったらね、そうそうそう、よくやったって方なんですけど、今ならもうね40まで平気でありますからね。ねえ、シーズン前に中日は何位予想したの？1位ですよ、もちろん。そう、忖度入ってるな、だいぶ。ちょっと入ってますよ。だいぶ入ってるだろ。ちょっと入ってますけど、ピッチャーはいいじゃないですか、ドラム。ピッチャーはいい。だから、打つ方がちょっと打ってくれると、あ、面白いな、面白いかなと思って、うんうん、まあ、1位にしたんですけどね。いや、でもだいぶ忖度は入ってる。忖度、まあ希望も入ってますけど。ちょっと待って、本当の腹の中では何位ぐらいだと思ってた？まあ、よくて3位かなと。ああ、まあ A クラスはね、でも俺も忖度なしで2位だから、もうちょっと打てば、勝てるかなというふうに思ってた。去年のヤクルトがそうじゃないですか、ピッチ良かったら上行けるって感じじゃないですか、横浜もそうですけどね、横浜は何位でした？横浜はね、なんだ、5位かな。ちょっと、そこ忖度入れてないから全く。でもね、3、4年前はね、横浜1位にしたことあるんですよ。ラミちゃんがやってる時ね。そうですそうです。まあ YouTube も始められたということで。一月ぐらい前に、ちょっと遅くなったんですけど。だいぶ遅いよね。だいぶなんでそんなのんびりしてんの？速球を。のんびり言うがもうそういうの苦手なんですよ。苦手です。なんでやろうと思ったの？いやもう仲間がやろう言うんですけど。ああ、なるほどね。やっぱこう YouTube って自分でこう時間制限なく喋れるし、まあ本音に喋れますからね。そうそうそう、だから今日は本音で喋ってよちゃんと、はい、大事です。いや本当によ、ことあの立浪ドラゴンズに期待することって何？やっぱりここのとこ何年だ、20年になるか、そんなことない、十何年か、A クラスも、あ、一昨年 A クラスあったから。そうそうそう。でも優勝がほとんどないですからね、まあ、いきなり優勝っていうのもまあ無理ですけどもね、やっぱり親会社が儲かってないもんですから助けと取れない、補強できないんですよ。ああ、そういうのがあるかね。だから、まあ、お客さんも入ってないしな。入ってないし、新聞も売れてないし。ああ、いやいや、立浪が帰って、ね、やっぱ集客っていうのは結構見込めるんじゃないの？それが開幕3連戦見ても超満員にならないんですよね。ああ、まだね。まだ、やっぱ勝っていかないとね。そうですね、勝たないと名前は勝つと入るんですよ。名古屋の気質ってやっぱ勝たなきゃいけない、勝たなきゃいけないです。でも落合さんの時って勝っても人減ってってたよ。まあ人気なかったですからね。誰があの人いいね、本音で行くね。ねえ、ああそう。だからあの人はもう勝っちゃいいんだろって感じなんですよ。ああ、まあ確かに、ね、勝っちゃいいんだろって、やっぱ伝え方がちょっと下手だったかなっていうような感じするよね。それは勝つに越したことないんですけど、それだけじゃないじゃないですか、ね、いろいろ、まあ、ファンがいるからね、ファンサービスもしなきゃいけないし、そういうことを、まあ、ほとんどしてませんでしたね。だからファン感謝デーとかも出てこないし、名古屋って石川から行ったよね、どんな街なの？あんまり俺名古屋って、遠征行ってもそんなに出なかったし、どういうあれなのかな。名古屋はね、適当に都会で適当に田舎って感じですね。そうそう、だから住みやすいですよ。あのフリアードチキンっていうのは本当なの？フリアードチキン、それは言わないです。それは言わない。言わないです、言わないです。ああ、そうなの。なんか名古屋のイメージってフリアードチキンだからいいみたいな。いや、それは昔の人です。ああ、昔の人か。だいぶ俺らも昔の人だからな。いやいや、もっと前の人です。ああ、もっと前の人か。なるほどな。ちゃんとフライドチキンって言いますから、ね。ああ、言うの。ドエリアとか言いますけどね。ドエリア、ね。わざと言ったりしますけどね。名古屋の市長はそうやって喋るじゃないですか。あれわざと喋ってるんですよね。なるほどね。あの名古屋の人、あの市長が噛んだよね、金メダル、ね、あれ市長だっけ？市長です。あれどう？あれ名古屋じゃ大変だったんじゃない？名古屋だって日本中大変だった。いや、日本中大変だった。特に名古屋は大変だったんじゃない？あれはまずいでしょ。コロナの中だし、
いや、コロナじゃなくてもちょっと変えてくれって言いたくなるよね、汚くて。あれ変えてもらったんじゃないですか。あれ変えてもらったんだっけ。確か変えてもらったんです。いや、でもあれ1個としかないからなあれはないですよね。あれはないよな。でもあの中日が、はい、まあこう申請となってどういう感じなの、周りは。うん、まあ一番人気あったのが立浪でしたからね。まあそうだよね、まあ名古屋のファンとしてはもう待ちわびたっていう感じですよ、なるほどね、うん、やるならもっと早くやっとけよって感じなんですけどね、前のオーナーが立浪はダメだっていうことで、ね、まあそうだよ、ね、そうまあいろいろ苦労したけどね、立浪12年間苦労しましたね、12年ですかね、でもまあ石川が石川星稜からドラフト2位だっけ、そうですね、で入って、まあデビューも早かったよね、2年目からですね。そうだよね、で150キロ、当時から投げた、まあ、最速と言われた男なんだけども、まあ自慢じゃないですけど、一応日本で一番最初に155キロ出しましたから、ね、そうだよね、いや それで打者とこう対戦した時に、もうまっすぐ投げとけば打たれないってプロに入ってから思った。いや、まっすぐだけじゃダメだと思った。1年目のキャンプで初めて合流して、で当時ピッチングコーチが稲尾さんだったんですよ。稲尾さんと権藤さんなんですよ、ピッチングコーチが。すごいピッチングコーチだね豪華だね。豪華ですよ。それで金沢から行っていきなり稲尾さんがピッチングするかと、何もやってないんですよ、で肩作るイメージないわけですよ全然。まあ当時はね、だから高校の時も体育館にマット引いて冬でもずっとピッチングしてましたから、夏の大会終わってからほとんど何もしてないんですよね、でいきなり行ったらいきなりピッチングするかですからね、今では考えられないんですか。考えられない。じゃあやりますと言ってブルペン見たら投げてますよね、あ、これは勝ったなと思ったんです。みんな遅いと思った。スピードの勝てると思ったんです。遅い、実際勝ったんですからね。でも、コントロールはどうだったの。コントロールもね、まあ大体のコントロールあったんですよ。それはそうに投げるコントロールは前も ありましたから、もう入るのあらず通すようなコントロールはなかったんですけどね、でもスピードは自信があった。スピードはあったですね。でもそのゲームになってその150キロをまあプロとして投げていくわけじゃない、でもそれ弾き返されるわけでしょ。そうですね、プロは、でもその時に壁には当たんなかった。壁にはやっぱり2年目の時に当たりましたね。あのデビューしたのは2年目なんですけども、2年目って言ったらもう19とか20歳だもんな、2年目は結果出しちゃったじゃないですか、デビューして。で3年目ですね、3年目の時にちょっとやっぱり壁当たりましたね。どういう壁なの。やっぱりまっすぐをやっぱり打たれましたからね。やっぱ対応してくると思った、それもあるし、スピードガンと勝負してたんですよ。スピードガンも出るじゃないですか。出る、よく言われてたよな、横浜球場も出たじゃないですか。出た、投げたらこういうふうに見てましたからね小松は打者と勝負してなくてスピードガンと勝負してたって。そう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 、3年目はそれでしたね。それで失敗しましたね。それでコントロールをつけようと思ったの。それとも変化球を、やっぱ、ね、その当時って、まっすぐと何があったの。カーブだけですよ。スライダーはなかったの。スライダーはちょっともっとしてから覚えたんですかね。でもそういうピッチャーって昔のピッチャー多いよね。まあ、最初抑えだけでしたからね。抑えだから2種類でもまあ短いんですから、まあ、今みたいに、まあ、1回じゃなかったですけど、多い時は3イニングぐらい行きましたからね。いや、当時の抑えって言っても3イニングだよね。3イニング当たり前でしたからね。秋代さんなんか規定投球回数に達して防御率取ってる、おかしくない。おかしいですよ。今先発しても規定回数いって喜んでるじゃないですか。そう、それは甘いと思う。甘いっすよ。あ、そう。僕は5回6回投げて中6日しからね、それは追いつかないですよね。まあそりゃそうだね、で最高で何イニング投げたんですか。200ちょっといきましたね。200ちょっといくっていうのは俺ら感覚的に分かんないんだけど、相当投げたっていう感じがする。ほとんど我々の時は中4日で、ほとんど関東関東じゃないですか、まあ、ほとんど変わるイメージがないもんね、だから小松投げるから今日はリリーフ休みだなって感じなんですよね、今はね5、6回投げて100球ならもうよしですからね、いい時代ですね。いや、まあいい時代だけどね、いい時代だけども、でも150キロ 手から離れたら、どういう感覚なの。もう投げた瞬間にもういってるっていう感覚なの、キャッチャーに。そんなことないですよ。そんなことない。そんなことないです。それ高校の時から150キロぐらいは投げてたの。
いやー、この時出てないと思いますけど、ね、それなんで出るようになったの？ウエイトとかやったの？今あの科学的にも YouTube 見ても、ね、いい選手、速い球投げる選手の映像とかも全部見れるわけじゃない、で、まあ、トレーニング方法 もう YouTube で見たりとかもできるわけじゃない。当時はそんななかったから、 いや、なぜ速くなったの？いや、もともと物心ついたらもうほとんど何でもできて、足も速かったし、よく高跳びもハード跳びも一人跳べたし、ボール投げたら遠いとこ投げれるしって感じで、もう背筋が強いんですよね。あ、背筋が強いね。それは何、持って生まれたもの？もう鍛えた覚えないですからね。何して遊んでたの？田舎ですからね。いや、田舎だけどこんな石こう毎日投げてるわけじゃないだろ、で、ウエイト器具とかもないです、もちろんないだろ。ないです。何やって遊んでたの？もともとなの、それ。もともとですね、何やって遊んでたら、もうテニスボールでソフトボールしたりとか、野球やったりとか。野球しか遊びなかったのな、我々の頃。あとはもう、田舎、漁師町ですから、釣りやったりとか。え、実家漁師なの？漁師町です。で、お父さん、漁師なの？漁師じゃないです。何やってたの？船乗りなんですよ。船乗り？外国航路の船乗りなんですよ。あ、そうなの？どこ行ってたの？いや、世界中行ってました。あ、そうなの、だから年に2ヶ月しか家にいないんですよ。いや、稲尾さんってさ、よく老こいで鍛えて、その背筋とか、その腕っぷしが強くなって、こう速いボールが投げられたとか、そういうんじゃないんだ。だから稲尾さんの一番弟子になったんですよ。で、漫画にもなったんですけどね。一番弟子の小松もこの子供の頃ローを漕いで足腰鍛えたんだっつって。嘘だろ。漫画だったんですけど。嘘だろ。漕いだことないんですか。なんだよそれ。嘘かよ。いや、漕いだことありますけど。でもお父さんの帰りをずっとこうやって待ってた待ってた古いだろ。漕いだことあるんですけど、難しいんですよあれ。いや、それ難しいよね。でも我々の頃はもう千賀駅の時代ですから。でも食べ物としたら魚を食ってた。魚ばっかですね。魚っていいのかね。なんか小魚とか多いですから、あのカルシウム取れるじゃないですか。肉なんかはもうほとんどなかったです。肉あんま好きじゃなかったですから。でも怪我よくしたよね。怪我はしました ね。それ魚のせいかな。いやよく背筋の強さに足がついてこれないっていう、ね、なるほどね。だから権藤さんがピッチングコーチだったんですけどね、ベンツのエンジンに国産車のボディしてるって言われましたね。まあでも対戦もしたけど、よく早かったな。よくね、谷さんもよくこういう構えしてね。いやいや、もう足が悪いからね。そうそう、足が悪いから構えだけも、構えだけしてちょっと一歩でも動かそうと思う。こういう構えしたらここになりましたからね。そうだな、危なかった、だいぶな。はい、まあということで、次はちょっとこういろいろ聞きたいな。はい。